じゃあお願いします、お疲れ様でした。今日の試合の振り返りをお願いいたします。そうですね、前節までに2勝したんで決勝トーナメント進出決まってたんですが、やっぱりこういう全国大会でタフな試合を1試合でも多くやりたかったんで、やっぱりそこ3戦目も勝負にこだわって、選手にそういうものを要求しました。かなり疲れてましたけど、その中で、勝ちきれはしなかったですけど、やられなかったっていうことは、成長しているかなっていうところは感じました。ありがとうございます。ではノックアウトステージに向けて、意気込みをお願いします。そうですね、ここからもう一発勝負なんで、いい守備からいい攻撃ができるように、あとはやっぱり、疲労もね結構来てると思うんですけど、タフに戦うことを選手に求めながら、一つでも多く試合をしたいなと思っております。はい、ありがとうございます。